オーストラリアサム・グレット、アンディ・フグを追うようにして K のリングに戦いの場を変えた空手家。一般的に空手家は顔面へのパンチに慣れるまで時間がかかるとされるが、グレコは K-1 デビューから思い切り剛腕を振り回していった。アグレッシブに攻めるファイトスタイルは拳銃の異名がぴったり。チャンスと見るや怒涛のラッシュで敵を圧倒する。誰もが認める強さを持ちながら怪我に泣かされることが多かったのも桁外れのパワーゆえの悲劇か。